あなたはどこまで DX について理解していますか？自分もこう起業家としてやってる中でいろんな勉強をしますけど、あんまり説明ができないというか壁が厚いなとは思ってます。今回は早くから DX 導入へ舵を切った機械工具の卸売企業を取材。販売店様からのお見積もりが毎日何万行とあるんですけれども、手作業で行っていた見積もりを完全自動化、ペーパーレス化に成功。MRO ストッカー購入にはですね、こういったアプリを使って購入していきます。 DX によって生まれた欲しい商品がいつでも手元にあって必要な時に使える新サービス。自分たちの業務にシステムを合わせようとすると、これやっぱうまくいかないと思います、うん、システムに合わせて自分たちの業務を変えていった方が、うん、むしろ楽になるっていうですね、多額な投資になるので意思決定その大変だったんじゃないかなと思うんですけど、でもそこの意思決定を経営トップがやっぱしたことによって、今売上が、正直その時から比べると多分2倍ぐらいになってるんですね。 DX への道はSAP ジャパンの提供でお送りします。本日のゲストをご紹介いたします。1000社以上の企業へ DX 支援を行ってきた改善プラットフォーム社長の須藤健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回に引き続きということで、はい、DX のプロとしてご意見番としてぜひ聞いていただければと思います。はい、続きまして、元 AKB48 のチーム K 副キャプテンを務め、現在は DCT の社長を務めてらっしゃる島田遥さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何やってるんですか具体的には？今はそのアイドルの子たちのセカンドキャリア事業をやらせていただいてて、一般人に戻ってこう社会で働きたいっていう、その中にやっぱ学歴にコンプレックスがあったりとか、ビジネスマナーわからないだったりとか、そういう部分を抱えてる子がいるので、そこをあの人材を育成させていただいて、人材紹介までっていうのをやらせていただいております。トレーニングをやってるんですか？はい。それ見てみたいですね。ちょっとどんなトレーニングするんですか？ビジネスマナーとパソコンスキルとマインドセットをやらせていただいてて、全てそのオンラインでやらせていただいてるので。はあ、そうなんですね。それだけじゃなく旅館の経営もされてるんですか？両親があの旅館の経営をやってるので、うん、裏方というかあのお手伝い、パソコンが父とか母あまりできないので、そこの業務をもともと紙だったものをパソコンに移し替えたりとか、うん、っていうところからちょっと少しずつサポートをさせていただいてるって形ですね。今回はですね、経済産業省らが発表する DX 推進企業の DX 銘柄に3年連続で選ばれている工具などの卸売企業トラスコ中山に DX 推進に関する取材を事前にしてきました。まあ、実際にですね、 DX 化するとはどういうことなのかを取材映像とともに深掘りしていきたいと思います。創業64年、機械工具の卸売企業トラスコ中山、全国に89カ所の拠点を構え、在庫アイテム数およそ58万点、日本のものづくりに欠かせないプロツールを販売。優れた DX システムの導入やビジネスモデルの変革をしている企業として2020年に DX グランプリを受賞。その後3年連続で DX 銘柄に選ばれ、今年は DX に継続して取り組んでいる企業として DX プラチナ企業にも選定された。積極的に DX を推進しているトラスコ中山、まずはこの方にお話を伺いました。あんまり細かいこと聞かれてもよう知りませんけどトラスコ中山、中山哲也社長。 DX の成功例ともいえる企業は、そもそも DX をなぜ取り入れたのか。業界の中でやっぱり最大のこうサービスっていうか利便性をご提供できる会社になりたいなってずっと思ってるんですけど、実は気持ちだけでは利便性なんていうのは全然ご提供できなくて、まあそこにやっぱりあの IT の力っていうか DX の力を入れていかなくちゃっていうようなことなんですが、
私どもの会社っていうのは一番のその最大の KPI っていうのはいわゆる在庫出荷率って言われてるもんでして、まあ簡単に申し上げると注文をいただいたやつをもう即日出荷するかともう翌日出荷するか、とにかく早く出荷しようっていう、まあそういう指標が一番の当社の重要指標ということで、まあ、あの一つ一つやっていくうちにどん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 、まあ、そういう DX とのつながりというか、まあ、お世話になることがどんどん多くなってきたと思いますね。DX とともに成長するトラスコ中山、今企業が DX を行うために必要なこととは。我々あの能力目標っていうのを実は大事にしてましてね、普通は企業っていうのは数字目標で、いわゆる売上とか利益の数字ばっかりなんですけど、我々は例えば在庫を50万アイテム持てる会社になろうとか、もしくはストレスなくユーザー直送できる会社になろうとか、そういったそのこんな能力を持った会社になろうっていう、そういう目標っていうのがまあ数多くありましてね、やっぱり食品会社社長でも家族の団らんにね、もう笑いが絶えないようなうまい何かソーセージを作りますよみたいなね、なんかそれが本来の企業のあるべき姿かなと思いますんで、やっぱりそれぞれの事業をやっておられる本来のその目的っていうことを明確にして、ユーザー様に喜んでもらえるような商品作りを生かすか、そういったところが一番のポイントだなと思いますね。DX をうまく取り入れるにはユーザー目線に立つことが大事と語る中山社長。そんなトラスコ中山で実際に DX 推進に関わっている3人のキーパーソンを取材。 DX について話を聞いてみると、結局やっぱりなんていうの、まあ、デジタルがどうとかこうとかってそんな普段さそんなこと考えてないじゃないですね。なんか DX しようとかそういう風にはもちろん考えてなくって、まあ、日々日々起きてる課題だったり、まあ、要望をどう実現できるかな、結構その会社の裏側で動いてるっていう印象が強いんですけど、あの僕らとしてもそれを知らないとお客さんに伝えられないので、まあ、知りに行くというかその情報をしっかり取りに行くっていうのは、あの日々心がけるようにはしています。まあ、ぶっちゃけて言うともう DX って言葉なんていうのは全くあのもう使う必要性もないだろうし、むしろまあ、そんな言葉を言ってる間は多分あんましその DX にならないんだろうなというふうに思っているんですね。結局やっぱり会社があのどんな会社になりたいかっていうことが大事だし、まあ、もっと言えば私たちやっぱお客さんがいるので、まあ、お客様の利便性の向上とか、まあ、トラスコがあってよかったなって言ってもらえるような会社になるっていう、まあ、そこに尽きるんだと思うんですよね。DX 推進の最高責任者和美 CIO、 トラスコ中山が日本を代表する DX 導入企業に選ばれるまでになったそのきっかけは。私がまあ例えば入社した時はもう30年も前になるんですけど、もうとにかく朝から夜も晩までですね、電話鳴りっぱなし、ファックス満載、まあ、そんな会社でして、まあ、ミスなくこう、まあ、人が入力すればいいんですけど、まあこう入力の失敗をしてしまって、でお客さんからですね、商品が違ってるとか数量が間違ってるとかですね、まあ、そういうようなこう時代があったわけですけども、そこで手を組んだのがドイツに本社を構え世界トップクラスのビジネスソフトウェア企業として各国の企業をデジタルで支援している SAP Japan。2006年に初めてその SAP を導入しているんですけども、その時最初はやっぱりそのアナログな業務をデジタルに置き換えていくということで、受注をこうアナログな電話ファックスからそのまさにそのまあ ERP で受けていくと、それはまあデジタイゼーションの話なんですけども、実はその時にまあお客様にも今まで電話ファックスをしていただいたものをプロセスをまあ変化してもらって、そのまあウェブでご発注いただくという意味ではそれはまあデジタライゼーションということであって、そこは実は非常に大きな変化点だなというふうに思っています。 SAP と手を組んだことで大きく変化したのが
DX の足がかりとなるデジタイゼーションからのデジタライゼーション。しかし SAP の導入にあたってやはり苦労した点が、まあ、当時当然その、まあ、なんですかね、今まで使っていたシステムから変更することによって、まあ、業務自体をこう変えなきゃいけないとか、入力のプロセスを変えなきゃいけないとかって、そういったまあことがあって、まあ、そこについてはやっぱり、なんで今までのものより変えなきゃいけないんだっていうその抵抗っていうのが、まあ、違和感があったっていうのはこれ事実としてありますけど、やっぱ人って今使ってるものがどうしてもこう、まあ、ベターというか使い慣れてるっていうのがあるんで、そこはなんかやっぱりまあみんなが、多く感じるところなんだなと思ってますけど。そんな状況の中でも DX が社内に浸透したトラスコ中山ならではの理由があるという。私たちの会社はですね、本部長から一般社員までだいたい5年に、5年周期でそのジョブローテーションをするんですね。まあ、まさにその情報システムの部長も営業部長であったり、あるいは今の営業の中にも IT の経験者がいたり、部署の垣根がない横断をしていることによって、そういうなんですかね、その壁が非常に少ないっていうんですかね、その DX っていう意味ではそういった組織としてはこれも非常に大きな役割を果たしているんじゃないかなというふうに思ってます。その後飛躍的に業務が改善されたというトラスコ中山。今考えるとその、まあ、その SAP の導入、2006年の SAP の導入のがなければ、今の多分そのトラスコ中山のその成長というのか、あるいは業績っていうのはこうなかったんだと思ってます。突然ですがここでクエスチョンです。3人でのインタビューの際、和美 CIO が、僕なりにね、なんか思うのは、なんかその今の DX ってまさにそのなんかの世界かなっていうふうに思ってて、お客さんの無茶ぶりって、無茶ぶりみたいなものなんでね。だけどさ、めちゃめちゃ多くないですか？長くないですか？必ずその要はその道具を出してくれるわけです。和美 CIO が DX をあるものに例えたのですが、それは一体何でしょうか？はい、島田さん、答え何でしょうか？いや、それよりちょめ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 が長すぎて間違いになっちゃったんですけど。あれがヒントですよね。あれがヒントです。長い言葉かもしれないってことですね。ちょっと須藤さん、分かりました？僕、島田さん考えてる間に多分分かりました。あ、当てちゃいますかね。当たっちゃうから。あ、したら答えます。ヒントは、ヒントあげてください。ヒントいいですか？ヒントは道具を出してくれるじゃないですか。あ、ドラえもんのような世界だじゃないかなって僕も思いました。ということで、正解は何なのか、はい、正解はご本人に伺えればと思います。よろしくお願いします。早速ですけれども、和美さん、先ほどの映像で、はい、おにゃららの世界だとおっしゃいましたけど、はい、2人の、ね、答えはドラえもんでしたっけ？はい、正解です。ドラえもんか。考えいいですね。私も分かりませんでした。あ、本当ですか？これどういう意味なんですか、和美さん？ドラえもん出てくるのび太くんってわがまま言ってそうですけど、非常になんかこうユニークなアイディアマンだったり、まあお客様のような、 なんかこう感じもして、あんなことできたらいいな、こんなことできたらいいな、アイディアがあると、ドラえもんは、ポケットからその道具を出してくると、まあ、それがまさに今日でいうその、まあ、デジタルのテクノロジーによって要望が叶うっていう、まあ、この組み合わせがですね、非常になんか DX に近いんじゃないかなって、そういうのをなんか自分たちが本当はもっとお客様に言われる前になんか気づけてアイデアにできたらいいなと思いますし、ありたい姿とか、こんな会社になりたいみたいなことが、そういうなんかアイデアがすごく大事な時代じゃないかなというふうに思って。 DX ってやっぱ顧客体験が変わることだと思ってまして、これが理想っていうことをなんか叶えてあげるためのなんかその道具の一つがそのまさに DX じゃないかって、僕自身も思ってたんで、ドラえもんみたいだっておっしゃってたのはなんかすごくそんな気がするなと思って、はあ、そう、夢みたいなものってことですね。そうですね、はい、はい、島田さんはその先ほどもね、ちょっと旅館の話伺いましたけど、はい、もしそのドラえもん的に DX できるとしたらどういうことをやりたいですか？注文をする際にこうファックスが基本的なんですけど、今もファックスなんですか？はい、そうなんです。お酒の注文だったりとか、そういうのもファックスなんですけど、じゃあもし自社、私の会社が DX 化をしてファックスじゃなくパソコンとかそういうの全部自動化させてやったとしても、
相手側が DX 化してなかったらできないじゃないですか、うん、そういうところにやっぱり壁を感じるというか、うん、相手がやはりファックスじゃないと対応してないっていう会社さんも結構まだ熱海に残ってるので、うん、そうなるとやっぱ取引がなくなっちゃったりとかっていうのでやっぱ困ったりもするので、うん、その意味で和美さんトラスコ中山でもそのなんかファックスとか、はい、あの電話が多かったって振り返られてましたけど、はい、どういうふうにうまく移行していったんですかそこは。まあ、これはあの私たちはお客様にそのウェブのツールでご注文をいただくとか見積もりをいただくっていうまああのツールを提供しているわけですけど、今までその電話で見積もりを依頼するで、まあトラスコ側がそれを受けて、でもなかなか回答がすぐに来ないとかお客さんはまあストレスを感じるわけですよね、うん、でも実際にそのウェブを使ってまあ多分その電話するよりもなんか最初は面倒くさいなとか、うん、なんでわざわざウェブで入力しなきゃいけないのっていうふうに思うかもしれないですけど、それを使ってそのお客さん自身がやっぱり便利さを感じたり、やっぱこれの方がなんかすごくなんかストレスないなっていうふうに思っていただけると、あこっちの方がいいやっていうふうに思っていただける。トラスコの自動化をしたいわけじゃなくて、やっぱお客様にその利便性を感じてもらうっていうことが、なんかそこがやっぱり一番のなんか、まあ、芯食ってる部分じゃないかなというふうに思ってます。やっぱりその何ですかね、取り巻くその、まあ、サプライチェーンであったり、あるいはその地域の中でやっぱそういう何かまあ、コミュニティっていうか、そういうような機運を作りながら、まあ、ツールを一緒にこう共有したり、私たちも別にトラスコだけで何かできてることってもう 何もないので、うん、やっぱお客様と一緒にだったり、まあ、仕入れ先様でと一緒でやったりっていうことなので、そこはなんか同じなんじゃないかなっていうふうに思って、しかもその社内でもコミュニケーションをやりやすくするっていう意味で、まあ、あのローテーションが結構良かったっておっしゃってましたけど、当社あの、まあ、5年ぐらいの周期でその本部をまたいで人事異動っていうんですかね、ジョブローテーションをしますけど、全くやったことない仕事に部署に行くとですね、当然わからないところから始まるんですけど、新しいことにチャレンジをするとか今までと違うことをするっていうことに対するこう抵抗感がすごくあの減っていくんですね。変革のマインドっていうのがジョブローテーションによって形成されていくっていうんですかね。いや今のお話はすごい大事で、やっぱりその例えば営業から経理に行きますと、うん、そうすると営業の時には分かんなかったことが見えてきますよね、うんうん、例えばこの売上の年表こんないい加減に書いてきやがってみたいなことを多分思ったりとか、うん、でもそれって営業の時には実は気づかないんだけど、その違う仕事をすることによってバトンをこう渡すようにこうバリューチェーンでこう流れていったりとかするんだと思うんですけど、このバトンを次に渡された人次に渡された人のことがある程度分かるっていうのと、日本の企業の実はすごい課題って人があんまり流動性がないんですよね、うん、なんで昔からやってきたからこれみたいな秘伝のタレみたいな感じにもなって凝り固まるんで、新しく移動されてきた方はそのフレッシュな目でなんでこうなってんだろうって多分思うので変えやすいんですよね、うんうんうん、あーそこそこ、はい、あとだから2006年からもう SAP 導入してってことでしたけど、うんはい、なんか結構そのなんかうまくいい意味で地ならしをして、なんかあんまり急ぎすぎないってことも大事なんですかね。業務プロセスって大体同じようなことをやってることって多々あるんですよね、うん、ある程度その標準化されたようなものをしっかりとうまく活用するっていうことでいうと、やっぱり SAP っていうのはそのまさにそういう業務のその標準化をするためには非常にこうまあ優れたそういうシステムなので、そういったものを受け入れることによってシステムに合わせたまあ標準化のプロセスをまあ構築できるっていうのは結構スタートとしてはすごくなんかいいんじゃないかなと思ってます。本当すごく大事だと思います、うん、要はその自分たちの業務にシステムを合わせようとすると、これやっぱうまくいかないということです。なので逆にむしろシステムに合わせて自分たちの業務を変えていった方がむしろ楽になるっていうんですね、うんうん、確かにね、ベストプラクティスがそこに全部詰まってるみたいな感じですよね、はい、トラスコさんの例って結構その海外とか他の日本企業の例と比べて須藤さんはどういうふうに受け止めましたか。多分海外と比べてもそもそもかなり早い段階から着手されてるあの印象ですし、あとそのなんかやっぱすごく大事なのってその本当にその最初 あのデジタイゼーションですね、あのアナログ そのデータ化というか、その業務をとにかく紙じゃなくてなるべくデジタルにするっていうところから始められてしっかりやられてるんで、 DX ってそのなんですかね、ベストケースで本当3年ぐらいで、あの平均5年ぐらいかかるというか、かかるんですか。かかりますね、やっぱもう現場があるあのまさに会社さんだと。この3段階でいくとどこが一番時間かかるんですか。デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーション、同じぐらいですか。デジタイゼーションが一番時間かかると思います。むしろデジタライゼーションの方は結構早いというか、やりやすいですよね。和美さんどうですか、この
プロセス。デジタライゼーションは意外とそのマインドセットをうまくできればできるんですけど、最初のそのデジタライゼーションのところっていうのはマインドセットだけではダメなので、やっぱそのちゃんとしたツールをまず導入しなきゃいけないとか、あるいはそのスキルセットをちゃんとしなきゃいけないとかっていう、そういったところがやっぱり最初にこうどうしてもあるので、まあそこは結構ハードルは高いのかもしれませんけど、急に DX にはいかないので、そこのこうステップをこうまあ踏んでいく、そのためには時間もかかるんで早めにまあ着手しようねっていうのがまあいいんじゃないかなというふうに思いますね。最初が大事らしいですよ。いやもう紙しかないですペーパーレスにするしかない。続いてはですね、ここで実際にトラスコ中山と SAP がタッグを組んで開発されたシステムについても映像がありますので、こちらもご覧ください。トラスコ中山で SAP ジャパンと密に連絡を取り合い、デジタルシステムを構築している情報システム部システム管理課課長の杉原美代さん。ズバリ DX によってどんな変化を実感したのか。以前はやはりシステムを作る仕事っていう認識が強かったんですけども、そうではなく会社のサービスを作る仕事でしたり、と便利さを作るような仕事だっていうふうに捉え方が変わりましたし、自分の会社の成長に直接貢献できるやりがいみたいなものもすごく感じるようになりました。杉原さんが SAP と手を取り合い開発し、現在トラスコ中山になくてはならないシステムとは。社内の業務を徹底的に自動化する代表的な例には、即答名人という自動見積もり機能があるんですけれども。即答名人とは AI を使った自動見積もり回答システム。販売店のクライアントが見積もり依頼を出すと、価格と納期を自動で計算すると、クライアントへ回答するまでの所要時間なんと最短5秒。この即答名人がトラスコ中山に欠かせなくなっているのにはある理由が。当社は非常に取引業数が多い会社ですので、販売店様からのお見積もりが毎日何万行とあるんですけれども。そう、実はトラスコ中山に依頼される見積もりは毽日およそ5万行に及び、以前はその全てを社員が手作業で対応していた。半日から1日はかかっていたと思います。即答名人導入による劇的な変化に社員の反応は。見積もりがやはり早く回答できる分、それだけ受注にもつながりやすくなったよっていうような言葉言ってもらえて、それはすごく嬉しい言葉だなというふうに思っています。しかし一方で、プロジェクトが立ち上がった当初にやはりそれは大変でしたし、今もすごく大変です。突然ですが、ここでまたクエスチョンです。杉原さんが新システム導入にあたって一番大変だったと感じていたことは何だったでしょうか。はい、またしてもクイズですけど、どうでしょうか。お二人最初に答え分かった人から。何でも即答しなければならなくなっちゃった。何でも即答しない。社員さんとかも。あ、そうか、社員の中からの要望も即答しなきゃいけない。そうですね。須藤さんは。いや、なんで使ってもらえないとかじゃないかなと思う。はずみさんどうでしょうか。二人の中に答えはありますでしょうか。いや、ちょっと違う。違う。各現場の皆さんにどういうふうなシステムにしたいのかっていうことを聞くと、それぞれから出てきた要望要件が約600件上がってきたっていうのが一番大変だったっていう話なんですね。良かれと思って要望を出すんですけど、もっと良くしたいっていう足し算な話なんですね。なので個別には最適なのかもしれないんですけど、全体最適から見ると結構複雑なものを作ろうとする、で複雑なことをやろうとするので複雑なシステムになる、まあ、そういったことがその後に待っているっていうことがなかなか見えないので、それをやってしまったら大変なことになっちゃうんですね。600件の要望を聞きましたけど、実際に取り入れたのは10件だけです。それ以外の590件はですね、ちゃんと理由を説明して
個別最適ではなくて、いかにその、まあ、全体最適あるいは、業務 の, そのプロセスの標準を、ご利用いただくのが大事かということを改めてなんかそういう説明するっていうのがすごく大事なプロセスなんじゃないかなと思っています。それはね、やっぱりやることによって追加でこれしてくれあれしてくれってことはね、こうかなりやっぱり抑えられたり、システムを正しく使うということについて、まあ理解が進むっていうのはあるんじゃないかなと思ってます。その意味でもやっぱ狙いをしっかり絞り込んだりとか、その後調整したりとかっていう、そういうリーダーとか機能があるかがすごく大事ですね。それはもうものすごい大事だと思います。やっぱその社内の中にそういう要望をちゃんとこう整理してまとめていくあのリーダーがいるっていうのはもうものすごい大事ですね。全部ご自社で内製しようとは思われなかったんですか？当然自分たちが丸投げするつもりはないので、自分たちが何をやりたいかとか要件をしっかりと考えるっていうことについては、これはもう私たちは結構こだわってですね、自分たちで構築してなんかコンサルに投げちゃうみたいなことは私たちは基本的にはしてないんですけど、実際にまあ作るところについては今は現在はその外で作ってもらってるっていう、そういうような一応役割になってますね。そこのバランスって、まあ、会社によって違うと思うんですけど、どういう形がいいんですかね。まあ、内製にこだわるところもあれば外部のパッケージをそのまま使ったりとか、もしくはその中間でうまくアレンジしたりとか、まあ、どういうやり方だと成功しやすいんですかね。よく言われるのはメイクユースバイって言いますけど、実はメイクって一番難しいんですよ ね難しい、実はすごく難しい。まさにそのドラえもんじゃないですけど、要望はあるんだけどどうやって叶えるかっていう、空を自由に飛びたいなタケコプターってならないじゃないですか。めちゃくちゃ難しいんですよ。だからすぐ出てこないですね。って飛ぶのみたいな。、ね、はい、しかもドラえもん役の人を雇ってくるのがまず大変です。確かに。だからやっぱりそういう意味でいくと、先ほど の, そのやりたいことはいっぱいあるんだけど、これを叶えたら実は自分たち の, そのやりたいこととか9割叶う、そういうところにやっぱ資源をこう集中していくっていうのはとっても大事だと思います。結構二人三脚だと思うんですよね。事業の人と IT の人とっていうのがやっぱコミュニケーションちゃんと取り合っていくっていうのがやっぱすごく大事だと思うんですよね。なんか一発でうまくいくことって実はほとんどなくて、うまくいかないことをこう潰して潰してっていうことをすごい多分されてるはずなんですよね。その一緒にこうサービスを作っていくとか、一緒にその IT の仕組みも作っていくっていう、その多分スタンスでこうやられていくといいのかなっていうふうに思います。社長さんとはどういうふうにコミュニケーションされてるんですか？すごく大事ですね。やっぱりそれはやっぱどんな会社になりたいかとか、どんなビジョンを描いてるかっていうのはやっぱり経営のトップが一番、強くこう考えてるんだろうなと思うので、そこの思いをしっかりとやっぱり受け止めて、でそれをこう形にするときにうまくそのデジタルを使っていくっていうのは、先ほどの二人三脚じゃないですけど、やっぱトップと CIO であったり、トップとそのデジタルの責任者みたいな、ここのこうなんですかね、ドラえもんとまあのび太みたいな関係かもしれませんけど、まあそれは結構大事なんじゃないかなと思います。そうですよね。続いては DX は営業の現場にどのような影響を与えたのか、こちらも取材してますのでご覧ください。トラスコ中山と SAP が開発したデジタルシステムでクライアントから好評なのが、こちらが MRO ストッカーのデモ機になります。こちらの MRO ストッカー、クライアント先に商品が並べられた棚を設置して、すぐに必要になった商品をその場で購入し、いつでも使えるという置き薬の工具版サービス。 MRO ストッカー購入にはですね、こういったアプリを使って購入していきます。これは MRO ストッカーのスマートフォンアプリ。例えば商品を購入したい場合、アプリで商品のバーコードを読み取ると商品のページが出るので、数を選択し購入を確定するとそのデータがトラスコ中山に送られ、使った分だけ支払いが発生するという仕組み。さらに在庫管理とも連動しており、使った分はすぐに補充もされるので在庫切れの心配もないという。の前はですね、まあ、急ぎでこんなものが欲しいよっていうような、まあ、電話注文を行ってもですね、なかなか納入までにこう時間がかかるっていうような課題があったんですけども、まあ、MRO ストッカー導入後はユーザー様の欲しい商品が自分たちの目の前にございますので、待ち時間ゼロで商品をお届けできるというような、まあ、ユーザー様も安心して仕事ができるというような嬉しい報告を受けております。
これどれぐらいの商品が並べられてるんですか？的にこれは本当にね、お客様の必要な商品をちゃんとリクエストを聞いて、一方的に私たちが置きたいものを置くんじゃなくて、お客様が必要なもの、すでに使っているものを置こうということなので、そこはもうお客様ごとに置くものが違ってますね、はい。これすごいですね。単にそのビジネスの成長ということだけじゃなくて、やっぱ環境に優しいとか、サステナビリティってあったりっていうことがこう結構言われてるじゃないですか、管理コスト0円で納期0分で無駄遣いも0個、まあ、それで環境に優しいってことですね、うん、そうです、はい。あ、確かにね、私たちのお客様はそのものづくりの現場は本当に必要なものをこうすぐに持ってこいっていうことで、1日に3回も4回もですね、商品をお届けしなきゃいけないっていうことを実際にやってるんですね、まあ、エムラストッカーに置いてあればですね、無駄にその納品する回数が増やさなくてもいいっていうのがありますので。これ何社ぐらいが導入してるんですか？これ1000社近くが今もう導入済みで、早くもっと導入したいっていうお客さんが結構もう今すでにたくさんいらっしゃるんで、まあ年内にどうですかね、まあ2000社近くまで行くような話は聞いてます。そういうことですね、分かりました、ありがとうございます。それで、まあ、DX 化を進めることで、まあ、業務改善と効率化に成功したトラスコ中山の例を見てきましたけども、ここでタッグを進めてきた SAP の稲垣さんにも話を聞いてみたいと思います。稲垣さんどうぞ。こんにちは、稲垣さん、トラスコ中山の事例では SAP はどんなバックアップを行ってきたんでしょうか？そうですね、段階があったと思ってます。最初はやっぱり受注を受けて、で在庫を確認して、じゃあ在庫を落として出荷して、この一連のプロセスも会社によっては結構バラバラだったりするんですよね。データを集めてくるっていうふうになってくるとですね、結構時間がかかったりする。でこれを全体最適の視点でリアルタイムで会社の今を把握できるようにする、会社の今を捉えられる、こういうチャレンジを一緒にさせていただいたかなというふうに思ってます、うん。で次のステップは、ありたい姿なりたい姿、これ実現していくためにどうしてこうか、ここを考えていくところも、ご一緒させていただいたんじゃないかなというふうに、思ってます、うん。この MRO ストッカーもこれ実現するためにじゃあ、どうシステムとしてどういうふうな、機能を実現しなきゃいけないのか、どんなプロセスが必要なのか、一緒にこう考えていくってところからさせていただいたかなというふうに思ってます。はあ、和美さん、稲垣さんたちと組んでよかったですか？導入を決めた2006年、その時に多額な投資になるので意思決定その大変だったんじゃないかなと思うんですけど、でもそこの意思決定を K トップがやっぱしたことによって、今売上が正直その時から比べると多分2倍ぐらいになってるんですね。そこをもしやってなければ業務処理がまず追いつかないとかですね、導入した効果っていうのは大きかったんじゃないかなというふうに思ってます。結構長い道のりだったわけじゃないですか。そうなった中で、まあ、何が成功のポイントだったとか、なんかここが大変だったとか、今振り返ってみてどういうところ振り返ってみて、やっぱり先ほど出てきた MRO ストッカー、なんかまさにそうだったんですけれども、実現していくためにデザインシンキングっていう手法を使って一緒に取り組みをさせていただいたんですね。まさにエンドユーザーの視点に立って、サービスがどうなっていたら、どうデザインされていたら本当にこうハッピーになれるのか、嬉しいのか、課題を解決してくれるのかっていうのをいきなり答えにたどり着けないので、プロトタイプを作ってイノベーションを起こすためにアイデアを考えるっていうわけではなくて、イノベーションを量産化させていくための手法としてデザインシンキングを活用してですね、一緒に取り組みをさせていただいたんですけども、大変でしたけど楽しい取り組みだったんじゃないかなと思います。じゃあこういうシステムを作ろうってだけじゃなく、そのアイデアを発想するための思考法から学んでいくんですね。そうですね、そこからご一緒させていただいたっていう取り組みだと思います。なんかジョイントベンチャーとか作るのに近い感じですね、はい。若手社員同士の交流も、はい、積極的にさせていただいてまして。和美さんはこの点うまくいった理由はどこら辺にあると思ってらっしゃいますか？ SAP さんとのタッグが、さっきの MR ソッカーの話で言うと、その、まあ、うちの中山が、アイディアを出して、単にそれをシステムで作ればお客様が本当にご利用いただけるかっていうと、それは結構、まあ、クエスチョンマークで、やっぱ本当にお客様のユーザー様の立場に立ってどういう機能が必要なのかとか、あるいはもしかしたらどういう機能が必要じゃないのか、多分その視点がないとアプリケーションの機能もてんこ盛りになっちゃうんですね、うん。でも本当に使う人の立場に立ったら、やっぱりできるだけシンプルな方がいいんじゃないかとかですね、できるだけなんかこうボタンを押す回数が少ない方がいいんじゃないかとかですね、まあその当たり前のような、まあ、ことなんですけど、そういったデザインシンキングみたいな思考を使うと革新を得れるっていうんですかね。
島田さんもうなずいてますけど、どれぐらい予算がかかるかとかも興味ないですか。確かにどんぐらい、はい、金の方はかかるんですかね。その意味ではですね、僕たちも今すごく頑張ってまして、 ERP の領域もクラウド化、かつ SaaS 化、をしておりまして、これどういう意味インパクトがあるかっていうと、もうすでにあるもの、動いてるものを使っていただくってことができるようになってますんで、同じ機能を例えば大企業が使うとなると、たくさんのユーザー数がいるので、このぐらいになる。でも例えばスタートアップみたいなところでご利用いただく分には、何人かしか使わないから、同じ機能だけど使う利用量が変わってくる、そういう構造になりますので、SaaS で提供できるようになったことで非常にこう安価にご利用いただけるようになってるんじゃないかと思います。的確のお値段を教えていただけないということこういうシステムって昔は大企業だけのものでしたけど、中小企業でもこういった SaaS 化によって使えるようになってきてるってことですよね。そうですね、 ERP みたいに複雑なものを SaaS 化するって難しかったんですよね、うん、でも今はそれがもうできるようになって、非常に多くのお問い合わせもいただいてますし、実際に利用も始まってますし、これからすごくこう楽しみな世界だなと思います。DX の仕組みが今全くない会社でも、その SAP さん の、まあ、システムを導入できることって可能なんですかね。あ、もちろんです。SAP は特徴としてやっぱりいろんなこう業務プロセスに対応できるっていうところがあるので、むしろ今仕組みがない企業の方がシンプルに入れやすかったりするっていう感じかもしれないですね。中小企業とかスタートアップがこういう SaaS をうまく使うためにどういうところ気をつけるといいですか。一番はやっぱ先ほど その要は自分たちの仕事をそのソフトとか それに合わせていくことをちょっとちゃんと考えるというか、うん、すごく大切な気がしますね。そうですよね、うん、今使えるだけじゃなくて、例えば今後も変わり続けていく、例えば IT なんて進化早いですから、うん、どんどん新しい技術が出てきたときにそれもそのまま使っていくことができるようになるっていう、今だけじゃなくて今後も含めた進化っていうのがすごく大きなポイントになるんじゃないかなと思いますね。ありました、ありがとうございます。それでは最後にトラスコ中山の社長に今後の展望についても聞いてみましたので、ぜひご覧ください。 DX によってさらなる企業変革を進めるトラスコ中山社長が考える次の展開は、実はここ 4,5 年前にいわゆる人手不足をある程度予測しましてね、いずれ近いうちにその我々のお客様がもう配達をする手がないから、トラスコを直接ユーザーへ商品を送ってもらえないかっていう、こんな話がひょっとしたら出るかも分かんないなっていう、ちょっとことが頭をよぎりましてね、じゃあそのためにっていうことで、いわゆる自動梱包出荷ラインっていうのを導入しまして、それを使うのにもこう DX の技術がないとできませんので、それをやりました。もっと簡単に言うと、我々がもし薬の問屋だとしましたら、薬を病院とか薬局に届けるんじゃなくて、患者さんへ直接届ける力を、ユーザー直送っていう、そういうふうに見ていただいたらいいかなと思うんですが、昨年度で約355万個の荷物をユーザーへ直送するっていう、我々問屋から見たらちょっと、桁外れの数字だと思います。配達業の人手不足を予測し、DX を使ってユーザー直送のシステムを実現させたトラスコ中山、すでに全体の売上の1割を担っているとのこと。さらにこれからどんどんそのユーザー直送がもう業界の常識にもうどんどん変えていってやろうとこう思ってますので、そんな社長にズバリ DX とは何かを聞いてみた。難しい質問やね、それね。やはり成長するための大きな力であることは間違いないですね。人間同士の競い合いっていうのは競ったところでたかが知れてるんですよ。でこれを大きな差をつけようと思うと、間違いなくその DX の力を引っ張ってこないと、人間同士のその小競り合いのレベルっていうのはそんなに大きな差はつかないですけど、その中で大きなライバル企業にも差をつけていこうと思うと、もう DX はもう必須ですね。もうこれをしない限りは決して勇気と根性と努力だけ積み重ねたところで、それだけじゃやっぱり成長はできないなと思ってますので、
和美さんは社長の話聞いてどう思われましたか？もうしょっちゅう聞いてらっしゃるかもしれないですけど明確なのは本当に当社がどんな会社になりたいのか、系のトップがそれを実現するためにはやっぱり DX っていうのはすごく大事だっていうことを外にも中にもこう言ってくれてるので、まあそういう意味では私たちはそういったことに対しての何ですかね、行動しやすいのは事実ですよね。須藤さんどうですか？分かりやすい言葉で語ってらっしゃってて、別に DX を難しいことで言ってなかったんですよね。やっぱそれがすごい印象に残っていて、みんな分かりやすいというか分かる、伝わる。例えばじゃあ営業と経理を同じように、例えば事業と IT をとか、あるいは経営と現場を、あるいは事業会社とパートナーベンダーをっていうところをこう一緒の方向に向けるためのやっぱすごく大切なエッセンスなんじゃないかなと思って拝見してました。この、DX の流れを業界全体に広げていくために、どんな企業に ERP 入れてほしいとかってありますか？成長したい、その成長の下支えとしてっていう観点ですかね。僕たち SAP は究極の黒子だと思ってまして、新しいビジネスモデルを作るっていうことが僕たちはできるわけではなくて、でもそれを実現するためのプラットフォームであったり、それを考えるための手法をお手伝いさせていただくってことは私たちできるので、一緒に日本を変えていきたいだとか成長させていきたいっていう、そういう会社さんと一緒に成長していければなというふうに思ってます。島田さん、改めていかがでしたでしょうか？はい、日本のあるべき旅館の姿っていうのはやっぱりこうおもてなしをするっていうところが大事だと思ってるので、そのおもてなしに時間をかけることもできると思うので、やはりこう効率化できるところにはやはり DX 化が一番大事なんだなってことを今回このお時間でとても学びました。第1回目では須藤さん、どちらか基礎を学ぶっていうか、どうやったら成功するか失敗するか法則を学んで、今日は事例を具体的に学んでいきましたけども、はい、どんなヒントがありましたでしょうか？まず形になってる DX じゃないですか。例えばその MRO ストッカーとかってフィジカルにこう見える DX って、これ実は結構珍しいというか、なかなかこうデジタルのこうサイトとかね、そういうのはあるんですけど、それはすごくこうまず分かりやすかったですし、自分たちが他の会社よりももっといいサービスを作りたいんだっていう、その差別化するところは自分たちがこだわって作るって和美さんおっしゃられてましたけど、その姿勢というか、これがなんか DX のすごい大事なところで、そこが一番大事なんだってこう魂を込めているところっていうのがすごくこう理解できて、非常に私も勉強になりました。だそうです、和美さん、はい、さて次回のですね DX への道ですが、自動ドアのセンサーでは世界シェア 30% を誇るオプテックスを取材します。オプテックスはリーマンショックを機に DX 化への道に進みます。リアルな現場の声をお届けしたいと思います。皆さんお楽しみに。皆さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。